こんにちは。多くの人はパソコンの中に音楽や動画ファイルを入れていると思います。これらをスマホとかタブレットで聞いたり見たりしたいと思いませんかでもこれって意外にハードルが高かったりします。一つ目はコスト。無料のアプリだと できたとしても制限があることが多いです。例えば、特定のファイルだと再生ができないとか。私もいろいろなアプリを試したんですけれども、オブに短し、タスキに流しで、これはいいなと思えるものがなかなか見つかりませんでした。そんな時に、ふと VLC というアプリを動かしてみました。VLC は、 私はパソコンでも利用しているので一応スマホやタブレットにもインストールはしていました。しかしネットワークにつながったパソコンの音楽や動画を再生できることは知りませんでした。今回は VLC というアプリでスマホやタブレットで PC の音楽や動画を再生する方法についてお伝えしたいと思います。 さて、VLC。実は、こちらのソフト、またはアプリは、マルチプラットフォーム対応のマルチメディアプレイヤーになっています。ほとんどのメディアコーディックやビデオ音声フォーマットに対応しています。つまり、大抵の動画や音楽を再生,再生することができるってことです。 しかも価格は無料です。こちらのソフトは非営利の組織が旧で運営しているみたいです。だから無料なんです。こちらの使い方なんですけれども、通常はマニュアルを見たいですよね。しかし v l c のマニュアルは英語のようです。もし v l c の使い方を知りたいなら、 英語を一生懸命読むか、日本人が使い方を解説しているサイトなどを見るしかありません。あとは実際にソフトやアプリを動かしながら学ぶかですね。さて、今回やりたいことは、Windows パソコンにインストールされた音楽や動画を Android スマホや iOS のタブレットで アクセスして実際に再生させることです。そのために必要なことはこちら。まず一番目に Windows PC のネットワークでプライベートネットワークを構成し、ネットワークの他のユーザーに共有を許可することです。こちらは Ethernet ーーのプラパティと設定で行います。そして二番目。 VLC で SMB、サーバーメッセージブロックの設定をする。VLC を立ち上げて、パソコンが見えたら、ポート番号、ユーザー名、パスワードを入力してアクセスできるようにします。では、実際にどのように設定するかを動画で見てください。まずは、1の Windows PC のネットワークで、プライベートネットワークを構成して、 ネットワークの他のユーザーに共有を強化します次に 2VLC で SMB の設定をします。 いかがでしたでしょうか意外に簡単だと思いましたか今回はファイルにアクセスすることができるところまで動画ではお見せしました。音声や動画の再生に関しては著作権の関係もあり、あえてしませんでしたが、正常に音楽や動画を再生することができたことを確認しています。 ネットワークの接続は簡単にできることもあるんですが、うまくいかないこともあります。うまくいかないときは、まずはググって見てみてください。大抵の場合、答えは見つかると思います。今回は Windows PC にスマホやタブレットでアクセスしましたが、パソコンが Mac になっても同じです。 またパソコンではなく NAS サーバーといわれるサーバーでやっても同じです。実は NAS に接続する方がもっと楽だと思います。なぜなら NAS はネットワークに接続した機器からファイルとか動画、音楽にアクセスすることを前提としていますから。私は VLC に出会うまで NAS 用のいろいろなアプリを動かしてみましたが 無料では私としたいことを実現するのは難しかったです。もちろん VLC よりも良い,いソフトやアプリは有料のものならあると思います。しかし無料ではほぼないのではないかと思います。もし良い,いアプリなどがあるなら私は教えてほしいです。 以上で今回,今回の動画は終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。